フランティシェク、フランツ・ストラカは、チェコスロバキア・チェスケーブ・ジェヨビッツ出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。2009年に、チェコ代表の監督を務めた。1979年から1988年まで、国内リーグの強豪 AC スパルタ・プラハで、イヴァン・ハシェクやユーリウス・ビエリクと共にプレー。 守備の用として223試合に出場し10得点の結果を残した。チェコスロバキアを含む共産圏では30歳になるまで国外への移籍は禁止されていた。そのため国際レベルの DF としての実力を持ち、実際にドイツのクラブからオファーがあったのにもかかわらず国外への移籍を実現できずにいた。 満30歳となった1988年から1994年まで、ドイツブンデスリーガや同2部でプレー。所属したクラブは、ボルシア・メンヒエングラート・バッハ、1、FC ・ケルン、ハンザ・ロストック、ブッパー・ターラー・ SV ・ボルシア。ドイツでは、計179試合出場4得点を記録した。 チェコスロバキア代表の守備の中心選手として1983年から1990年までプレー。ヨゼフ・ベングロシュ監督の下、1990年のイタリアワールドカップにも主力選手として出場。準々決勝まで進出するが、その後優勝を果たすドイツを相手に0の1で敗戦を喫した。本大会での背番号は6番。 現役引退後は指導者の道へ進む。2002から03シーズンより FK テプリツェのアシスタントコーチを務めると、9月には監督へ昇格。初年度から国内カップ優勝に導いた。これにより出場権を得た翌シーズンの UEFA カップでは1、FC カイザースラウテルン、フェノウルトなどの競合を破り、本大会3回戦に進出し、テプリツェの奇跡と称された。 2004年3月30日からは AC スパルタプラハの監督に就任。2004から05シーズンのリーグ戦では2位と9ポイント差で首位を走るが UEFA チャンピオンズリーグ本大会で勝利を上げることができなかったこととの理由から解雇された。しかし実際の理由はサポーターの間で非常に人気が高かったストラカをクラブ会長がそねんだためと言われている。ストラカの解任後、 熱狂的なサポーター2000人が、クラブハウスの前で抗議デモを起こした。2005年3月、LRRN の監督に就任する。2部リーグ再開のクラブを13位に引き上げ残留に、導くと、シーズンいっぱいまでとなっていた契約を延長。翌シーズンは、開幕10試合で未勝利に終わり、10月25日に、辞任することを表明した。2006年4月1日、 FC ビクトリアプルゼニの会長の要請により短期的に監督を引き受ける。降格圏に沈んでいたクラブを数週間で立て直し、最終節アウェイでのフルススパルタプラハ戦で3-1の勝利を収め一部リーグ残留を果たす。クラブの財政的な事情によりシーズンを終えると対談した。アルバニア代表監督就任がほぼ確定していたが、 オーストリアの FC バッカーティロールからオファーを受けたことにより代表監督を辞退した。2006年6月1日から正式にバッカーの指揮官となる。昨シーズンにリーグ9位と残留争いをしていたクラブを数ヶ月間で立て直し、多くの地元出身の若手選手を抜擢。同時にチェコのネットワークを利用し、数人のベテランチェコ人選手を格安の遺跡金で獲得。 リーグ上位を狙えるチームを作り上げた。2006年11月12日、バッカーティロールと比較し12倍の年間予算を誇るレッドブルザルツブルク鬼の1で破り、クラブのファンを熱狂させた。しかし、翌年3月から5連敗を喫すると、4月19日にクラブとの双方合意に基づき契約を解除した。2007から08シーズンは、 かつてユース時代を過ごした s ケーリナモチェスケーブジェヨビツェを率いる。翌シーズンはギリシャのアフィー・クレタに招聘されるが、成績不振により11月7日に解任となった。2009年5月11日、チェコ代表の監督に就任した。短期的な契約であり、唯一指揮したマルタ代表との親善試合を一から、例の勝利で終えると、 イヴァン・ハシェクにその座を譲った2009から10シーズン、開幕から8試合を終えて、スロバキアリーグで最下位にあえぐ MFK ルジョムベロクからのオファーを受諾。最終的にリーグ5位に引き上げたが、クラブの財政難により、シーズン限りで契約満了となった。2010年6月、A リーグのノースクイーンズランドフューリー FC の監督に就任。 翌シーズンも指揮を続ける意向を示していたが、2011年3月にクラブが破産し退団した。引き続き、オーストラリアに泊まる意向を示しメルボルンビクトリー、FC の監督候補として手を挙げたが、契約には至らなかった。2011年3月23日より、エクストラクラサのアルカグディニアの指揮官に就任。リーグ15位と降格圏に沈む中で任を受けたが、 順位を浮上させることはできず、シーズン一杯で契約満了となる。2011年10月4日に SK スラビアプラハの監督に招聘されるが、ライバルクラブであるスパルタプラハのレジェンドとして知られていたためスラビアのサポーターが反発。さらには、スパルタのフーリガンからも裏切り者として扱われ、自宅に侵入され落書きされるといった被害を受ける。 ボディーガードを雇うなどの措置を取ったが、家族への危害を恐れ2012年3月8日に、辞任した2013年3月11日に1、FK プシーブラムと2年契約を締結。最下位にあったクラブを最終的にリーグ11位に導いた。翌2012から13シーズンは、開幕10試合で2勝と低迷し、モルカップで FK デュクラプラハに0の4で大敗すると10月7日に、 契約解除となった。2014から15シーズンにより、SK スロバンブラティスラバの指揮官となるが、直近10試合で一勝という中で2014年10月6日に、解任された。2016年12月28日に、イスマイリー SC と1年半の契約を締結したが、4ヶ月経たずに解任となった。7月からは、スムーハ SC に招聘され、再び、 エジプトプレミアリーグのクラブを率いた。2018年はレバノンのアルアンサールベールートを指揮。2019年3月13日に MFK ウォークド・カルビナーに招聘されたが、翌2019から20シーズンはリーグ界に沈み11月11日に解任された。10年間プレーしたドイツの国籍も保有しており、ファーストネームはドイツ語風にフランツとも称される。 相手の分析や選手とのコミュニケーション及び、モチベーション能力が高く、選手たちのポテンシャルを引き出し、短期的に結果を残すことができる監督として知られている。選手からの人望も厚くユーロ2008後のチェコ、代表監督最有力候補として名前が挙がっていた。ドイツの名称、クリストフ・ダウムとは、旧知の中である。バッカーティロールでは、 熱い魂を持つ監督として、サポーターの間で、ここ20年間で、最も人気の高い監督に選ばれた。ノーザンフューリー時代にはそのキャラクターやファッションセンスから、サポーターの人気を集めた。ありがとうございます。